ファラオとは古代エジプトのファラオに与えられた5つの称号。ホルス名、ネブティナ、黄金のホルス名、即位名、誕生名の5つで構成されている。ファラオの称号は、名前が本来持つ、個人を特定するためだけのものではなく、ファラオの神聖なる力を上下エジプトに広め、知性のあり方を広く布告するための手段でもあった。そのため、この称号は、公文書や碑文、 墓などに使用された。五重称号は何世紀にもわたって改良され、完全な称号は中央国時代のトトメス三世の時に完成し、エジプトがローマの属州となってからも使用された。誕生名以外の四つの名前は大冠式の時に布告され、誕生名は誕生した日に母親から与えられた。古代エジプトでも現代、そして他の文明などと同じように人に、 家族の子供への期待、または宗教的な意味を含む名前を付けることは重要な意味を持つことであった。それゆえ、現人心であったファラオに人々と神とをつなぐ役割を果たすための神聖な名前を付けることは政治的及び宗教的象徴をも含んでいる。エジプトの思想では名前は名前の所有者に命を与えるものであるため、名前を破壊することはその人物を霊的に 消滅させることにつながる。よって、前のファラオと全く異なる名前をつけることはそのファラオを全否定することになり、また似たような名前をつけることは方針を変えないという意思表示にもなる。例えば、トゥトアンクアメンは、トゥトアンクアテンから解明し、アテン神を否定した。また、トトメス三世が、ハトシェプストの存在を抹消したのも同様である。逆に、 プトレマイオス朝のファラオたちが15代にわたって同じ誕生名をつけたり、ラメッセス3世がラメッセス2世にあやかった誕生名を名乗ったこともあった。セレクで囲まれたゼトオのホルス名。高さ250センチメートル、幅60センチメートルの石灰岩に刻みつけられている。ルーブル美術館像、ホルス名に描かれた神を象徴していることは明らかである。 ほとんどの場合、描かれた神は、ホルスであった。ハヤブサが翼を大きく広げ空高く舞い上がり、エジプト全土を俯瞰することを表すホルスナは、偏在性と広大な力を表していると言われている。さらに、エジプト初期王朝時代の王のホルスナは、天王の殺戮者のように、非常に攻撃的であり、これは、ホルス人の過護によって、ファラオがが、 敵に打ち負かされないようにという願いを明確に表している。第二王朝では王のホルスナは平和を求める性質を持ち始め秩序と調和に満ちた揺るぎない世界を支配したいというファラオの願いを表現するようになった。いくつかのケースでは特に第二王朝で少なくとも二つのホルス名がそれまでの伝統と矛盾しているようである。最も顕著な例はセトペルイブ戦王であり。 セレクの上のハヤブサが瀬戸神を象徴する動物に置き換えられている。これによって王は王権の守護神をホルスから瀬戸に変更したのである。これより、後の王のカセケムイはハヤブサと瀬戸アニマルを共にセレクの上に置いた。カセケムイのホルス名。右が瀬戸アニマル。このような王がホルスと瀬戸を対等に扱うような特徴的な瀬戸信仰の現れは第二王朝にしか見られない。 このようにした理由として、神話のホルスとセトの争いの伝説のもととなった、権力構想があったのではないかという考察が、なされている。ネブティナは、自助神明とも呼ばれる。上、エジプトを表すコブラの姿をとるネクベトと、下、エジプトを表す白エリハゲワシの姿をとるウアジェと、からなり、統一されたエジプトを象徴している。王は、 神の化身であると主張することによって自身の大いの正当性を主張した。この二つが分けて用いられることはない。初期王朝時代にはホルス名と共にセレクの中に一緒に書かれていた。黄金のホルス名はホルネブーナとも呼ばれる。金のヒエログリフの上にホルスが乗る形が特徴である。正確な意味と由来は定かではないが、 金の存在はホルスが敵よりも優れていたことを意味すると解釈できるため一つの論はホルスの瀬戸に対する勝利を表すということである。金は瀬戸神の町オンボスを示しておりホルス信仰が瀬戸信仰に勝利を収めたことを示しているものだろう。なお金は輝きを失わせることなく太陽の光のごとく輝き続けるため王権を象徴する色であると考えられていた。 金はまた古代エジプトの宗教において永遠と強く関連していたので、これはファラオの存在が永遠であることを示す意図であったのかもしれない。ネブティナと同様に、この称号は通常カルトゥーシュやセレクで囲まれることはない。即位名はプレノーメニア、上下エジプト王名、ネスービト名、王冠名とも呼ばれる。第一王朝のファラオ、デンが最初の使用者であり、 第4王朝以降、即位名に RA の名が使われることが多いが、ラーの使用はほとんど形式上のものとなっている。中央国時代から、即位名は五重称号の中でも最も重要なものとなった。従って、碑文やパピルスなどで即位名のみが記載されている場合に、どのファラオかを判断する証拠となる。即位名は常にカルトゥーシュで囲われているので、 断片化している場合でも読み取りやすい。即位名の解釈の定説は、上下エジプトの象徴であるスゲトミツバチの所有者である、王が全エジプトの支配者であるというものである。小説すると、この名前はロゼッタストーンなどのプトレマイオス朝時代のギリシャ語の情報源に基づき、しばしば上下エジプトの王と翻訳されてきた。これを直訳すると、 スゲとミツバチに属するものとなる。スゲとミツバチは語源から考察すると、NSWT は上エ,エジプト、BT は下エジプトを象徴していると解釈されるが、実際に SWT、スゲから派生していない場合、NSWTBT は上下エジプトの王を意味する二つの単語の単なる複合語である可能性があるため、これを根拠に、 定説の解釈を疑問視する者もいる。この複合語説は、筆体との手紙の設計文字に裏付けがあり、議論の余地があるとされている。誕生名は、能面や、太陽の粉、ラーの粉、サーラー名とも呼ばれる。紀元前2300年頃の第六王朝になると、太陽神ラーの信仰が、坂になり、王はラーの息子であるという考え方がされるようになった。これを受け、 ファラオの誕生名の前には、息子を意味するザと太陽神 RA を組み合わせたラーの息子を表す。このヒエログリフが付き、太陽神ラーとファラオの結びつきの強さを強調したとされる。また、王が太陽神のめぐるすべての地の支配者であることを象徴しているとの見方も存在する。その後に続く名前はカルトゥーシュで囲われる。歴史学では通常、 エジプトのファラオはこの名前で呼ばれ、同じ名前を持つ異なる個人を区別するために助数を追加する。例えば、ラムセス1世、ラムセス2世、などである。ありがとうございます。